今回は、アグニス編成に必要なリミ武器について個人的な感想を述べようと思います。手動とフルオートで編成が大きく変わってしまうので、リソースの使い方難しいんですよね。ちなみに、私がアグニスに移行したのは今年の4月なので、最近の流行に乗っかった突り方をしています。火のリミ武器は、悪滅の雷、ベネディア、ケラク、ゼッケン、戦場の5種類があり、私の手持ちは、ケラク1本、ゼッケン2本、戦場4本です。必要本数ですが、最初に結論から言ってしまうと、こんな感じですね。片面芝手動の戦場の本数についてですが、最初は4本って書いていて、いろいろ試しているうちに別に3本でもよくね、ってなったので3本にしています。詳しくは後で説明します。それでは、わかりやすいところから見ていきましょう。悪滅の雷ですが、必殺台と技巧台のスキルを持っています。突る必要は全くないですね。火は扇軸を組むことができません。また、技巧2のゼッケン&技巧台の悪滅の雷でクリ率 88% という編成も組めなくはないですが、これフルオートとかに入ってくることあるんですかね。すでに4本持っているなら4突作って試してみれば良いですが、わざわざ騙し火を入れる必要はありません。悪滅の雷とするぐらいならゼッケン2本目とつりましょう。次に、ベネディアですが、鋼人3と国旗 DA 率アップ中技巧中のスキルを持っています。使い道はなくはないですが、今から突る優先度はかなり低いと思います。昔からある武器なので、すでに4本とか持っているならば4突作ってもいいとは思います。個人的には、騙し火使ってまで作る気はしません。次に、ゼッケンですが、刹那2と三手将のスキルを持っています。刹那2は鋼人と技巧の複合スキルであり、クリ率は1本で 12%、つまり両面アグニスで 48% あります。ですので、2本入れるとクリ率 96% でほぼクリ確定編成になります。火は手動の場合片面芝になるので絶剣はあまり使われませんが、フルオートや高難易度では両面アグニスになるので絶剣2本がよく使われます。技巧編成は、HP 体に依存せず安定したダメージを出すことができ、特に 150Hz のような防御値が高い敵に対して有効です。また、通常軸肉厚めでも絶剣があるかないかで指輪耳飾り厳選の敷居が大きく変わってしまいます。さらに、三手将も持っており、両面アグニスで1本につき連撃率が 14% アップ、2本で 28% も上昇します。フルオートでは、連撃率を確保すれば速度も上がるし安定もします。絶剣は鋼人&技巧&連撃を同時に補える武器であり、しかも、それが武器枠2つで確保できるのが非常に優秀です。補足として、ゼッケン2本でクリ率 96% と言いましたが、ウィルナス3突を持っていればクリ率 100.8% となってクリ確定編成となります。通常軸肉厚めではクリ確定にしたいですが、ウィルナス3突未所持でも、他に技巧武器を入れればクリ確定となります。一番入手しやすいのは、今開催中のゼノイフでドロップする、技巧昇降陣大のエフリートハルベルトですね。ゼノイフが終わっても、常設されているエフリート透滅戦をやればドロップします。また、ゼッケン1本技巧中2本でも一応クリ確定となるので、ゼッケン2本用意できない場合は、編成の候補として頭の片隅にでも置いておくと良いでしょう。入手しやすくて強い技巧中武器は、ベネディアとエッケぐらいですかね。他には、クリ確定にはなりませんが、技巧昇のドスを入れてみるのも良さそうです。まとめると、ゼッケンは、片面芝の手動ならば0本、通常軸肉厚めやフルオートならば2本、最悪1本でもか、という感じです。次に、ケラクですが、新兄弟と新意中のスキルを持っています。皆さんもご存知の通り、新兄とフルオートの相性は良く、さらに HP を確保することもできるので、非常に優秀な武器になっています。もちろん片面芝の手動では使いませんが、フルオートならば確実に1本入ってくる武器でしょう。最後に、戦場ですが、鋼人3と渾身中のスキルを持っています。まずは、
片面芝の手動編成から見ていきましょう。レスラーならばこの形がテンプレだと思います。戦場4本にスザクジェ、コスモス刀です。上限を盛りつつ、空いているところを戦場で埋めると4本入るスペースがあるので、戦場は4本作っておきたいとよく言われています。無属性相手だと天使武器が戦場に変わったり、敵が攻防余地だとじゃが戦場に変わったりして、戦場5本目が欲しくなる時もよくありましたが、とりあえず4本作っておけば困りはしません。一方、動画冒頭では戦場の必要本数を3本と言いましたが、それは EX スキル付きでの EX 刀ごとつが実装されたからです。当然戦場には及びませんが、無課金武器の割には結構いい火力が出るので、妥協武器としてはかなり優秀です。どれぐらい火力が変わるのか、今回は編成の予測ダメージで比較します。条件は、アグニス×芝、1ターン目、HP100% で、ゼノイク刀には渾身プラス1がついています。渾身プラス2以上が全然落ちないので、今回はこれを使います。実際の編成を見てみましょう。戦場4本だと予測ダメージは68万、戦場3本&渾身プラス1イク刀は 66.6 万で、そこまで言うほど差はないんですよね。これは、神週末を渾身にしているから差が出にくかったのもあります。そこで、マグナ週末に誘惑のチェーンをつけた編成も見てみましょう。戦場4本だと 61.8 万、戦場3本&渾身プラス1イク刀は 58.8 万となりました。もちろん先ほどより差は開きましたが、無課金武器としては十分だと思います。しかも、今回使ったのは渾身プラス1なので、プラス3を厳選すればもっと上がりますしね。ちなみに、戦場2本&戦刀2本は、予測ダメージが10万ほど下がるのでさすがに弱すぎます。ということで、渾身を厳選したゼノイク刀ならば、戦場4本目を妥協してコスパの良い編成を組むことができるので、片面芝手動編成での戦場の必要本数は3本というのが私の考えです。次に、フルオートについて考えていきましょう。フルオートでは、戦場よりも絶剣やキャラク、剣手武器のドスやディアドリックハート、アビダメ編成ならばウシュムガルやクビラ槍の方が重要になってきます。戦場が入る枠は1から2枠、多くて3枠だと思います。ですので、フルオートしかやらねえ。って人は、戦場2本ぐらい突って、余ったダマッヒを他の武器に使う方が効率良さそうです。他の武器が充実しているならば、戦場1本でもいいとは思います。ということで、火の弓武器必要本数について個人的な考えを述べてきました。最後に、必要本数の表を再び見せて終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、